両者は、クアンデラの光量子コンピュータを用いて、水力発電用ダムの変形に関する数値シミュレーションを行っていきます。目標は、エネルギー消費を削減しながら、これらの計算の精度と速度を向上させることです。これは、量子アプローチを使用して微分方程式を解決し、アルゴリズムを開発するクアンデラの専門知識が活用するものです。 EDF は2021年の売上高が845億ユーロ、約12兆円で15万人以上の従業員を要するフランスの非常に大きな国営エネルギー会社です。2018年からはフランス企業の中でもいち早く量子技術の活用を調査し、積極的に活動しています。 2017年に設立され、フランスのパリ近郊にあるクアンデラは、量子フォトニックプロセッサを開発しており、パーシバルと呼ばれる、独自のフォトニックコンピュータプログラミング、およびシミュレーションソフトウェアパッケージも開発しています。参考、パーシバル、パーシバルまたはペルスバルは、1180年代に、 フランスの詩人、クレティアンド・ドトロワによって表されたアーサー王の伝説を描いた騎士道物語のことです。このパートナーシップに関する追加情報はクアンデラのサイトに掲載されたニュースリリースで確認できます。